どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はですね、ドラゴン戦術。これにね、もう一回スポットを当ててお話をしていきたいというふうに思います。で、先日からね、まあ何回かドラゴンのアタックって動画に上げてるんですけども、それをね、一回自分もね、同じような感じで試してみようかなと思ってやってみました。自分のね、過去上げたその動画のスタイルを。まあそうしたら結構これがハマるんですよね。非常にハマるので、ぜひね、皆さん試してもらいたいというふうに思って、ちょっとね、今回動画に、したいというふうに思ってます。で、まず今回見ててもらうのは、合計で2本あるんですけども、1発目、これはスーサイド、ドラゴン。2発目、2つ目かな、が、クイヒードラゴンになります。で、こちらはね、スーサイドドラゴンからのコウモリスペルを使ったアタックになるんですけども、まあ、大雑把なプランニングをね、先にお話ししていくと、まず、ここですね、ギガテスラが非常に壁際の近くにありますんで、こいつをね、今やってるヒーロー部隊で、処理していきます。で、ヒーローで処理すると同時に、まあ、この辺りですよね。この辺りっていうのをこうカットしていっちゃうんですね。そうすると、こんなような、まあ、L 字がざっくり出来上がるじゃないですか。で、そこをこうドラゴン回していくんですが、注目してもらいたいのが、ここのエリアですね。ここのエリア。ちょっと一回線消しますけども、ここのエリア。見てもらうと、ウィザードの塔がないんですよね。ないので、そこにね、一気にコウモリを当てていって、ここを突破しようという考えです。まあ、唯一怖いのは、まあ、ここにこうあるね、この、マルチ IT なんですが、まあ、これぐらいだったらね、フリーズ、まあ、2発持っていけば凍らせることができるかなと。で、今やっているこっちはね、このボマーと、あとバルーンで壊していこうと。まあ、そんなような作戦になっておりますね。で、今回の、プランニング、なんでね、ドラゴンを今出してるのが、なんていうのかな、3時、4時側っていうんですかね、まあ、このあたり、このあたりの面から出したのか、結構ね、こっちから出しちゃったらいいんじゃないのっていう人もいると思うんですよね。イーグル砲が非常にこう近いんでアプローチがしやすい。これなんでかというと、ドラゴンがね、序盤、このあたり出した直後の、このあたりで、束になって動いて欲しかったからなんですね。なるべく。こっちから出しちゃうと、ドラゴンがこう、結構散ってしまいますよね。それもすごく嫌がって、私は、この3時側、4時側、ここのラインからドラゴンをこう出していきました。まあ、なんでね、まあ、終盤ここは当然ばらけてくるんですけども、ばらける、まあ、前にある程度施設が壊せているということで、残ったドラゴンが、もうしっかりね、回収の仕事をしてくれてます。まあ、この段階で、ざっくり数えて7体かな、のドラゴンが生き残ってますので、まあ、こんだけ残ってると、全開が結構見えてきますね。そんなところでね、ちょっと細かいところを、2本目の動画ではお話ししていきたいと思いますので、もう一回ね、このリプレイ、一緒にご覧いただければというふうに思いますので、お付き合いください。結構コウモリ、ドラゴン、残りますよね。この戦術、割とドラゴンがね、こう、いい感じに残ってくれるような絵が組みやすいと思うので、まあ、そこら辺の参考になればと思うんですけども、まずね、このギガテスラ、ここを落とすのにやりたいことっていうのは、ここの壁開けですよね。壁際にまあ近い、このね、ご地面からクイーンを、突っ込ましていく。これ結構ね、上等手段です。よく見るパターンなので覚えておいてもらいたいんですけども、キングのためのサイドカットをここ、アイゴレットボーラーでやってますね。で、カットした後、キングをしっかりと、こう壁に沿って歩かせます。この時注意点は、ここですね、クーランの城。援軍を釣らないっていうことがすごい重要です。今、援軍の範囲絶対これ、ヒーロー部隊で釣らないですよね。クイーンを中にこう入れていっても釣らない。この位置で、ギガテスラが処理できるっていうのが、まず、スーサイドアタックをする場合の非常に重要な、ポイントになってきます。で、キングのこのサイドカットっていうのも、結構綺麗にこの辺全部なくなってますよね。この辺。クイーンがしっかりと狙ったところに向かうように、この突入させたい部分、ここの、両脇っていうのをしっかりこうね、カットしておく。この、作業非常に大事になってきますんで、スーサイドでクイーンによるそのギガテスラ処理する場合はね、こう壁の中に突っ込ましたいっていう場合には、よく、そこは見ておく必要がありますね。で、今この9時のね、ここすいません。完全に、ボマーと、ワルーンミスりましたね。思いっきり、このマルチ IT が残っちゃって、何やってんだよって感じなんですけども。
ドラゴンはね、まあ、目論見通り序盤こうしっかりと固まって動いて、でこの辺りからドラゴンがね、ばらけ始めるんで、ばらける直前でこう、トウモを打っていきます。そうすると、ばらけたドラゴンたちが無敵状態でこうね、しばらく動きを続けますので、むしろ広がることがプラスに働くというかね、キャバになって動くことの方が、普段はプラスに働くんですけども、トウモがかかっている間は、ばらけた方がプラスに働きますね。てな形で、あとはまあコウモリをドラゴンに合わせてこう打っていって、進行を助けながらね、こんな形で、ドラゴンを攻めてくる防衛施設を壊していくという格好ですね。まあ、スーサイドアタック、ポイントはさっき言ったように、まずここ一つ目、援軍をね、釣らないということ、このギガテスラを処理するときですね、ここを処理するときに、援軍を釣らない。こういう、配置で、かつ、ギガテスラが、この割と壁のね、近くにあるっていうこと。ここですね。二つ目のポイントですね。で、この二つのポイントが重なった場合には、スーサイドアタック、非常に使いやすい状態になりますので、まあ、今言ったようなね、形で、しっかりと、クイーンや、まあ、キングを使って、ギガテスラを落としていって、保身の延長で、全開取っていくというね、プランが、決まりやすい。格好が作れます。ぜひね、ここはまず参考にしてほしいというふうに思います。で、2つ目いってみましょうか。2つ目は、クイヒードラゴンですね。見てみたいというふうに思います。まあ、こんなような配置ですね。クイヒードラゴン、使う今回の、まあ、プランを簡単にご紹介すると、ここ、カットした上でクイーンを出していって、こう歩かせていきます。で、ギガテスラまでしっかりと処理をさせた上で、ドラゴンたちを、ここからダーッと流し込んでいきますね。ドラゴンを、まあ、ルートということですね。で、この辺の区画、こう結構ね、施設が密集してますよね。こういう風に密集してるところには当然ながらライダラを使ってカットしていくという格好ですね。で、こんな風にすることによって、ドラゴンたちが、このね、ライダラの区画、ここの部分にドラゴンが逸れないように、こういかないようにね、こうライトラでカットしていくということになりますね。で、さらにここの区画、この区画に関してはボマーを当てていきます。これね、クイヒーパートでボマーを、まあ、だったりその突破兵器バスターをね、使っちゃう場合にはこれできないんですけど、使わずに済むんでね、ボマーで破壊していってドラゴンをガッとこういう風にね、歩かしていく、まあこんなようなね、プランを考えて攻めてます。で、まあ、大体プラン通りに今行ってますね。ここまでは行ってるんですけども、実はね、この後クイーンがちょっととんでもない動きをしちゃって、若干プランが崩れてですね、これ星1の危険もね、追ってしまうことになるんですが、ここですね、ウィズ島を壊してボムタワーを壊してレイジを使ったんで、ね、もうからここからはね、一気にもドラゴンしか見てないんで、クイーンがなんでこう壁叩いてるのか全然私理解できなかったんですけども、ドラゴン出し終わってからクイーンのこの壁打ちにね、気づいてあばやというところになりましたが、本当にね、ここ壁を叩くか多分ギガテスラに向かうかっていうのは紙一重だったんじゃないかなっていうふうにまあ思います。まあ叩いたのがまあどうなんでしょうね、効果不効果、まあ結果的にはそれが全開につながったんで、まあ良かったんですけど、ちょっとねヒヤッとした場面ですね。ただ見てもらって分かるのは、ドラゴンしっかりね、ここに束になってこう動いてますよね。この辺でドラゴンが、この辺のね、ドラゴンのこの束感っていうかね、まとまりをどう作るのかっていうのが非常にまあ重要なポイントで、で、それができると、終盤以降、中盤から終盤かな、以降のドラゴンの伸びっていうのが格段に上がるんでね、そこはよく、意識しながら、ドラゴンの、歩く道っていうのをどう狭めていくか、結構ね、気を使いながらやっていくと、このドラゴン戦術非常に効果的だと思います。やっぱね、ドラゴンってコストが高いんで、束になると本当に強いんですけども、一体になった瞬間にあっさりやられるんですね。なので、なるべく相手の防衛施設にね、一対一で当たったりとか、まあ、多勢に無勢で当たらないように気をつけるっていうことが、必要ですね。さあ、では、細かいところを見ていきましょう。まずは、クイヒーを流すために、結構ここは苦労しました。どうしようかなと思って。で、クイヒを展開してから、当然ベビドラでしっかりね、ここをカットをしていきます。これないとね、クイーンが、思いっきりこの9時方面にね、こうウィーッと歩ってしまう危険がありますので、
これはもう防止する必要がありますね。まあ、こうすることによってしっかりクイーンは3時方向に歩っていくと。あとバーバリアンキング、これもね、出すところ気をつけました。ここに出てから多分こう歩くだろうなっていう風に見越して、そうするとこっちに向かいますよね。このね、歩かせ方っていうのもちょっとね、めんどくさく思うんですけども、ここで変な風にサイドカットユニットを使うよりは、キングがどう歩くかをね、想定しながらやると割といいという風に思います。で、あとはクイーンですね。まあ、クイーンは狙い通りしっかりと敵がテトラ方面に向かってくれたんで、まあ、ここまでは非常に良かったですね。バッチリ予定通り行っているというふうに思うんですけども、まあ、この後ちょっと逸れちゃいますけどね。で、キングもいい仕事をしてますね。やっぱりキングって最近の流行りであるこういう壁の外にこの施設がいっぱいあるね。こんなとこそうですよね。壁周りにいっぱいこう施設がある場合、こういう時にはもう壁の外をね、こうガンガンキングは歩かせてしまった方が、かなりね、仕事をするので、こういう使い方はおすすめですね。もういっそのこと壁の中に入れない方が、まあ、キングの仕事はできるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、ここまで来るとね、あとはもう、絵が見えてきますね。ライドでしっかりと、ドラゴンたちの道をこう作ってあげながら、ドラゴンたちはしっかりこの中心部にね、固まってこう動いていくね、こういう風に固まって動いていくような、進路をね、こう作っていきますね。適宜この、まあ、レイジを当てるのは、ドラゴンが束になっているところにね、レイジを落としていくっていうのが、まあ、基本的には一般、まあ、定石というか、ベターな方法ですね。自分のドラゴンがね、進みたい道についつい落としちゃうんですけども、ドラゴンたち、さっきも言ったようにコースとか高い分数少ないんで、落とす場所もね、しっかりとこう、固まっているところに落としていかないと、だいぶコストの無駄遣いになってしまいます。そこはね、呪文使うとき非常に要注意ですね。さあ、まあ、ここまで来れば全開が見えるというところですね。まあ、どうでしょう。今回ね、ちょっと最初言い忘れちゃったんですけども、このドラゴン戦術を使うときに、私がまあ一番気にしているのは対空砲ですね。なんだ、エアスイーパーに関しては、まあ、割とレイジとかで乗り切れちゃうんですよ。まあ、スピードがライドよりはあるんで。ただ、対空砲に対してドラゴン本当に弱いので、対空砲をね、なんだな、そのなんだ、スーサイドパートで、1本。で、まあ、ボマーとか使って1本。で、2本。折れてドラゴン豚で2本折る、ドラゴン豚で3本折るって場合結構きついですね。あとこのクイヒードラゴンにしても、まあ、クイヒーパートで対空砲を2本折れる、まあ、こんなようなね、木さんが立つ場合には、結構私この、ドラゴン戦術使います。まあ、相手のクイーンとかね、防衛軍は、まあ、ドラゴンそのものが処理してくれるのであんまりまあ気にしないですね。ドラゴンを使う場合には対空砲っていうのをまあよく、覚えておいてもらいたいのと、あと、まあ、この、ドラゴン戦術の、いいところっていうのは、ギガテスラ、タンホールですね。これを、まあ、スーサイドパートや、クイヒーパートで落とせなかった場合、でも、ドラゴンを使ってフォローができるんで、ここっていうのはね、ぜひぜひいいポイントなんでね、皆さん、積極的にね、ドラゴン、今強いですから、使ってみてもらえたらいいなというふうに思います。はい、では、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てください。では失礼します。バイバイ。